議員歴およそ45年、自民党新潟県連の重鎮として存在感を放った星野伊佐夫県議が引退の意向を表明しました。自身の後継者が見つかったことなどを理由に、来年行われる県議選には出馬しない考えです。今日会見を開いた星野伊佐夫県議。長岡支部が、出してくれた、人が、公認されると思います。その段階で私は正式に県議選には出馬しないということになろうかと思います。来年行われる県議選に出馬しない意向を表明しました。星野県議は1978年に初当選し、現在12期45年目、県議として戦後最長となります。その間、県議会議長や自民党県連会長などを歴任。かつては田中角栄元総理を支える越山会に所属し、政治を学んできたことでも知られています。しかし、泉田裕彦衆議院議員から衆議院選挙で裏金を要求されたと訴えられたことを受けて、去年12月に自民党を離党。その後、刑事告発され、公職選挙法違反の疑いで書類送検されています。出馬しない理由について、星野県議は裏金問題は関係ないと説明しました。年齢も年齢だし、そして周りからも声はないわけでもなかったし、そして適当ないい後継者も、おられたし、ね、いい時期かなと思っていたわけですよね。引退の意向の表明に、自民党県連の関係者は。長い間、自民党、ザ・自民党と言われても不思議ないぐらい、県連に対して大変ご貢献のあった方でございますので、ちょっと一抹の寂しさもちょっと覚えるような段階であります。県議選に向けては、自民党長岡支部が星野県議の後任として長岡市議の深見太郎さんと荒木紀子さんを県連に推薦することを決めています。